里見駅は千葉県市原市平野にある小港鉄道線の駅である。駅本屋は国の登録有形文化財に登録されている。1925年3月7日開業。駅名は当時この地域が市原郡里見村であったことによる。当駅からは万田山で 1km の砂利採取線が伸びていたがトラック輸送の発達により1963年に 廃止された。道線は廃止以来長らく放置状態にあったが、近年保線区員により見学に適した状態に整備された。2013年4月、当駅のある鴨地区において、高崎小学校、白鳥小学校、里見小学校、富山小学校の4小学校が統合され、鴨中学校敷地内に統合した小学校を併設した小中一貫教育校。 市原市立加茂学園が開校した。ここに通う小中学生の列車通学に対応するため、国、市原市、小港鉄道は総額8、0円を負担して再整備が行われ、開校を控えた同年3月16日に列車交換の復活、駅長再配置化がなるための再整備がなされた。無人化後、日時を限って駅事務室内で営業していた、 喫茶店は友人家に再始改札の横に移された。千鳥城の単式ホーム2面2線を持つ地上駅。1998年9月16日に一旦交換設備の運用を停止するまでは単式ホーム、島式ホーム複合型2面3線であった。2013年3月16日から当駅での列車交換を再開する際、 島式ホーム内側の2番線を引き込み線化し、外側の3番線が新たに2番線に解消され、駅舎側ホームが下り列車、対向ホームが上り、列車の発着となった。また、上佐サウ上ク中野間で唯一列車交換が可能な駅である。駅舎は木造平屋の河原吹きで古くからのものである。駅舎の中には駅事務室と待合所があり、 事務室において、閉塞扱いを行っている。2018年度の乗車人員は1日平均56人。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。市原市立鴨学園軌動ボークラブの活動により、駅構内の店舗にて、毎月第1、第3土曜、日曜及び祝日に、喫茶店を営業し、野菜や物産品の販売も行っている。また、 レントサイクルも実施している、広報1、小港鉄道、小港鉄道仙高滝駅、里見駅マイナス阪急駅広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集統計資料、編集、ありがとうございます。